九州まるごと特区。さあ、月に一度お送りしているスペシャルコーナー、九州まるごと特区、特区部長のトギーです。イエス部長、部長補佐のミカエラですとなるところですが、部長補佐は本日有給休暇ということでお休みでございます。私部長一人で今日はご紹介してまいります。九州まるごと特区とは、KBC ラジオと朝日新聞がタッグを組んだスペシャル企画。九州を元気にするようなトピックを取り上げ、案内役で特区部員の朝日新聞の記者とともに現地を取材。地域創生の手がかりとなるようなユニークな活動現象には、九州まるごと特区部長、私トギーと部長補佐のミカエラが協議の上、九州まるまる特区として認定し、月に一度のこのコーナーと朝日新聞の紙面、さらに KBC のホームページ等で詳しく皆さんにご紹介しています。九州の魅力を再発見、九州の底力をみんなで再認識していこうというのがこのコーナー、九州まるごと特区です。今回もう7回目を数えます。認定調査を行った特区候補は、長崎県平戸市のスイーツ伝承特区です。福岡から車で2時間ほど、早朝から平戸方面へ向かいました。本当は自分の車でも行きたかったんですけどもね今回日帰りということで、本当に朝早かったんですよ。今回も朝日新聞の記者の方に案内をしてもらいました。朝日新聞長崎総局スイーツ男子の間野啓太記者です。長崎県平戸市のスイーツ伝承特区、実態調査の様子を早速聞いていただきましょうか。 Please check it out。 第7回九州まるごと特区。 Good morning。 Good morning。 部長のトギーです。部長補佐のミカエルです。さあ、今回はスイーツ伝承特区ということで、やってきたのは長崎県の平戸市でございます。今回も朝日新聞さんと一緒に取材を進めてまいります。調査にご同行いただきますのは、朝日新聞長崎総局員の間野啓太記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平戸ってイメージとかあったりはしますか？平戸、そうですね、釣りに行きたいな、ゴルフに行きたいな、はい、そんな感じ。あと教会見に行きたいな。あ、なるほど、教会、いいですね。海が近いっていうイメージ。海が、この平戸市なんですけれども、はい、人口3万人の町で、本州で陸続きの町の中では一番西側にある最西端の町になります。で、実はこの平戸という土地は、長崎市のかの有名な出島に先駆けて、日本で初めてイギリスとかオランダと貿易した町になるんです。マジですか？はい、出島より早かった。そう、出島より早かったんですよ。ほー。で、まあ、そういったヨーロッパ文化の関係もあって、先ほどおっしゃられた教会であったりキリスト教の文化なんかも栄えて、ですよね、はい、今日まさしく取材するスイーツなんかにも関わってくるということです。はあ、だからまあシュガーロードっていうのはね、はい、九州にずっとありますけども、はい、要はお砂糖とか、そうですね、そういう洋物のお菓子とか、はい、そういうものがここに伝わっている、はい、最初に伝わっているというお菓子文化の伝承、うん、それからそれがどんどん進化して新しいスイーツにもつながっているということで、それで街が元気になる。今日はですね、早速この特区認定に向けて平戸市調査へ参ります、うん、OK、Let's go。 ということで、第7回の九州まるごと特区は長崎県平戸市です。今回は朝日新聞長崎総局スイーツ男子だという間野啓太記者とともに特区認定調査を行ってまいりました。地図を思い浮かべていただければわかると思いますけども、この日本本土で最西端、一番西の端にある行政市なんですね、自治体なんですね、平戸市ですから、まあ本当に数百年前から海外からのいろんなものが入ってきていると。いや、改めてそうやって聞くと、要はその明治維新とかじゃないんですよ。もう平戸城があって、お殿様がいる時にもうすでにいろんなものが入ってきてたわけですから、例えば、まあ、織田信長がですね、なんか向こうからの輸入品の家具を好んだような、ああいうイメージでいいんじゃないですか。もしかしたらなんかすごいこうシャンデリアとかお城の中に吊るしてたかもしれないし、初めにお伺いしたのは、創業がなんと1502年という驚きでしょ。九州最古と言われている老舗のお菓子屋さん、蔦屋さんの工場です。もうね、入るなり甘くていい匂いが漂っていました。ミカエラはね、
本当仕事のこと考えてないね、あの娘は。まさかのダイエット中ということで、私ダメよ、食べちゃダメ、ツイッターでみんなに怒られるとか、よくわかんないの、仕事だっつってでも誘惑に負けて結局ちょっと食べてたんですけども、工場を見学させていただいて、その後築400年以上という店舗の方にも行きました。ウィリアム・アダムス、彼が暮らしたという建物にもお邪魔させていただきまして、平戸蔦屋松尾俊之社長にお話をお伺いしました。さあ、平戸を代表するお菓子を作っている工場にやってまいりました。平戸蔦屋さん、こちら創業が1502年、九州で、まあ、最古のお菓子屋さんと言われている。しかも松浦家が平戸藩主となった江戸時代以降は藩御用達のお菓子屋さんだった。長崎でお菓子というとカステイラ、そうですね、カステラなんですけれども、はい、それにまた一手間加えたお菓子、カスドースというお菓子をこちらでは作っております。カスドース、イメージも湧きにくいと思いますので、はいはい、早速工場の中に入らせていただきましょう。潜入です。おはようございます。おはようございます。あったかくていい匂いがして、もう完全に卵の匂いがしておりますが、この蔦屋さんの社長であります松尾さんにちょっと松尾社長今回はお話を伺おうと思います。よろしくお願いいたします。どうも、おはようございます。よろしくお願いします。あのカステラ長崎といえば有名なんですけども、実はこのカスドースの方が先に伝来した説もあるそうですね。そうですね、あの、うん、定かではないんですけど、はいはい、カステラとほぼ同時期に入ってきたお菓子だと言われております。カステラを焼き上げて、はい、その後に、まあ、一口大に切りまして、はあ、その周りに卵の黄身だけをつけていくんですね。カステラからさらに手間暇かけて、カスドースは昔はですね、はい、お殿様専用のお菓子だったんですね。やっぱりそういうやっぱオーラが出てますよね。あの、よかったら食べてみてください。いいですか、今出来上がったばかりの、はい、もうミカエラはダイエット中だから食べないんでしょ。フレンチトースト好きの私としてはこんな美味しいもんないね。あ食べてんじゃんかよ。これ僕カステラ1本分ぐらいいけますよ。さあ、そして平戸蔦屋さんのお店の真ん前にやってまいりました。安仁の館というふうな文字が書いてあると思うんですけれども、はいはいはい、三浦安仁さん、ウィリアム・アダムスさんがですね、平戸にですねイギリス商館長として赴任してた時代があるんですね。いろんなあの昔の商家に住んでたという話があるんですよ。その中の一つが蔦屋の建物ですね。築400年以上。400年以上。南蛮船が入ってきた時にシャンデリアとかそういう洋のものをちょこちょこ飾ってたんですね。じゃあお菓子だけでなくいろいろ生活のいろんな場面で和洋折衷みたいなのがね、そうです、日本でも早い時期に、かっこいいな。今から平戸のこのお菓子文化っていうのをどのように考えてらっしゃいますか。お菓子というのは、はい、その土地その土地の文化のシンボルであるべきと思うんですよ、うん、はい、風土豊かな菓子作りをやっていきたいなと思っております、うん、伝統も守りながら、そうですね、新しいチャレンジも、先人たちもですね、やっぱり南蛮菓子という分野にですね、はいはいはい、チャレンジしていって、ちょっとずつ進化してるわけですよね。こういう素晴らしいお菓子を後世に残していただいてるんで、うんうんうん、はい、また今から私が日本のお菓子にはない作り方で後世まで残るようなお菓子作りをしていきたいと思っております。なんか平戸行きたくなるでしょ、ね、え、まずは本当に400年、1502年だから500年の歴史を誇る平戸蔦屋さんの工場の方にお伺いしまして、このカスドースの試食、出来上がって売っているカスドースも後ほどいただいたんですけども、やっぱり作りたてとまた全然違うんですね、甘みとか食感とか。だからこの作りたてを食べさせていただいて非常に貴重な体験をさせていただきました。できたばっかりの時は本当にフレンチトーストみたいなんですよ、あったかいし。でこれがね、冷えて冷めてくるとまた違う美味しさを醸し出してくるんです。そして蔦屋さんのお店の方にもお邪魔させていただきました。築400年以上という安仁の館、三浦安仁さん、ウィリアム・アダムスさん、その後都の方に行っていろいろとやっぱり活躍をなさる方なんですけども、やっぱり初めに平戸に、ね、イギリスから来て、歴史の勉強になりますね。この400年以上という、
まあ、街道沿いの古い建物がまた趣のあるかっこいい建物でありましてね。で、いい具合に店舗としてまた改装がなされてて、奥にはお庭があるし、手前にはちょっとこう上がって和室、畳の間があって、で表は土間のようになっていって、そこで店舗商品がね陳列されているんですよね。松尾社長にもお菓子作りへの熱い気持ちお話しいただきました。続いて訪れたのは2005年からご夫婦で平戸にお店を構えて最近話題となっているという菓子工房江城さんです。平戸には伝統のお菓子もあるんですが、新しいお菓子の試みも行われています。当日もなんかバースデーケーキがいろいろ大変で予約が入っていてとってもお忙しそうだったんですが、そんな中店主であります江城雅也さんと奥様ともみさんにお話を伺いました。さあミカエラ。さあ部長。オランダ商館通りをずっと歩いて港の方まで来ました。こちらが菓子工房江城さん。先ほど訪れました蔦屋、はい、さんのように、まあ、伝統あるお菓子屋さんもあるんですけれども、うん、新しくできたお菓子屋さんっていうのがありまして、ね、こちらはご夫婦でされているお店ということで、最近ちょっと有名ということなのでちょっと入ってみましょうか。こんにちは。こんにちは。あ、ご夫婦でどうも。誕生日ケーキとかですか？そうですね、今日はちょっと予約が多かった。予約多い、はい、もう平戸中の誕生日ケーキがここに注文入ってるわけです。そっか。向かいが江城商店ということで、はい、ご実家だって聞いたんですけども。そうですね、私の実家ですね。ご主人はもともと生まれも育ちも平戸で、はい、平戸で大阪の某有名菓子学校に進まれたんですね。そこで知り合ったのが今逃げましたけども奥様。ロマンチックじゃん。だからお互いに、私が和菓子の方が先行なんで、ね、あ、先行は和菓子で、はい、奥様がじゃあ洋菓子、ね、洋菓子、はい、おすすめ商品があるというふうに伺っておりますが、きなこロールになります。きなこロール、ご夫婦共同作業で、どこの人にも人気があります。はあ、スイーツ DJ が早速。きなこの香りものすごいしますし、これはいいわ。自分が和菓子で家内が洋菓子ということで、両方のいいところっていうか、そういうのをこう取り入れた商品をって思ってたんで、とりあえず売れなくても作ろうかっていうことで作ってました。もともと蔦屋さんでご主人戻ってこられた時は、そうですね、地元の方のお菓子っていうのが自分は知らなかったんで、平戸のそのお菓子の歴史みたいなものを学んで、そうですね、今からまたいろんなスイーツがこの町から生まれて後世に残っていくことを期待しておりますんで、よろしくお願いいたします。いや、大阪で出会って結婚、そして実家の平戸へ帰ってこられたということでね、このきなこロール、もうまた食べたい。今聞いてるだけでちょっとよだれが出てきそうでした。続いて訪れたのが松浦資料博物館、松浦家の子弟だったと、もともと平戸を治めていた松浦家です。平戸城や平戸の町並み、港が見渡せる、丘の上の綺麗な場所でした。そしてここで非常に珍しい、通常は見ることのできないお菓子作りの原点ともいえる貴重な図鑑、百花の図、百のお菓子の図、図鑑なんですよ、百花の図。これをですね、切り箱からご会長、いやー、ちょっと聞いてみてください。対岸にですね、平戸城を望む高台にやってまいりました。松浦資料博物館、平戸を治めていた松浦家の、指定、お宅があったところになるんですね。港が全部見渡せて、景色がすごくいいですよ ね。案内していただく館長の岡山さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こういう資料館になったのはどれぐらい前からなんでしょう？昭和30年にこの建物、土地、そして3万点の資料を松浦家から寄贈していただきまして博物館になりました。で、ここに何か重要な文献があると。それが百花の図という絵巻物ですね。巻物、百花、百のお菓子の花。そうです。なんか料理本みたいなものですか？昔のレシピ本ですよね。そうです、絵図とレシピが載ったものですね。折り本タイプのものと、はい、貫数になったものと、そしてレシピ本はまた別でですね、冊子になったものが残っております。今その切り箱の中に収められて、これですか？百花の図って書いてます、漢字で。これは一般に展示はしてません。ありがとうございます。ちょっとでは
おお。なんですかね。これ色がついてる。お饅頭大福の作り方。この辺行くと青いお菓子があるんですけど、非常に珍しいですよね。はい、現在平戸の名家として有名なカスドースが入っております。ありました。これさっき食べたやつ。昔から食べてるんだ。うん、お殿様のお菓子ですから。ポルトガル貿易時代に平戸に伝わって、はい、そして現在までずっと伝統菓子として平戸に伝わったお菓子だということです。今あのうちのお茶室ではですね、はい、あのカスドースとウバタマっていうお菓子があるんですけど、このウバタマもこの図から復元しました。この図から復元したんですか。はい、であとですね、蔦屋さんにお願いして、毎月この百科の図から1種類ずつを復元していただいて、月替わりで今お菓子を出している。出してるんですね。はい、2011年にオランダ商館が復元されまして、はい、そこでオランダ人のアーティストの人に平戸に来てもらって、はい、和菓子を勉強してもらってます。来年ですね、はい、そのアーティストがデザインしたお菓子を平戸でまた作って、はい、すごい逆輸出って言いますか、はいはいはい、オランダとかヨーロッパで販売できるような仕組みを今作っているところです。出たすごいですよ。いやさすがはですね、平戸を治めていた松良家の指定跡ということで素晴らしい場所にありました。で見せていただいたのが一般非公開、1841年に 平戸藩10代藩主松良広武が作らせたという当時のお菓子のレシピ本ともいえる百花の図。本当にね、カスドースもそこに書かれてますし、ウバダマでこれ再現されて和三盆、これをね贅沢に使って、だからあまり日持ちしないんですよ。で蔦屋さんで僕もう思わずお茶やってるんで買いましたけども、いやー素晴らしいお菓子でしたよ。本当になんかこういうね、いいじゃないですか、和も洋も両方でこう発展してきている。そして最後に伺ったのは現在オランダ大使館などと協力して進めている事業ということで、まあアーティストを招きまして平戸から今後も新たな和菓子を発信していこうという計画なんですね。非常に面白い取り組みだと感じました。今回の長崎県平戸市スイーツ伝承特区、特徴は日本で一番初めにヨーロッパ諸国と貿易を行ったという歴史的な背景、砂糖が輸入されお菓子の文化が発達、町の風土その歴史の深みを受け継ぐ職人が活躍していました。受け継がれるお菓子文化を理解し先人をリスペクトしています。平戸のお菓子文化に海外の文化も取り入れ世界へ発信しようとしている。ブランド向上、町全体のイメージ、素晴らしい取り組みだったですね。九州まるごと特区、今回の長崎県平戸市スイーツ伝承特区、もちろん特区認定いたします。うっしし、特区認定、特区認定、特区認定でございます。いや素晴らしかったです。この九州まるごと特区は朝日新聞との連動企画、取材の様子は昨日の朝日新聞、今朝か今日の朝日新聞朝刊にも特集記事が掲載されています。そちらもご覧ください。また KBC ラジオのホームページには専用のウェブサイトも設けています。こちらもぜひご覧ください。 KBC ラジオと朝日新聞がタッグを組んだスペシャル企画、九州まるごと特区、お相手は九州まるごと特区部長トギーでした。